オルガエシナは、ロシア生まれのバレリーナ。サンクトペテルブルクのワガノワバレエアカデミー卒業。2010年には、ウィーン国立バレエ団の最高位である、第一ソリストに就任した。2012年ウィーンニューイヤーコンサートでは、ウィーンの代名詞とも言える、ワルツ美しく青きドナウを、ウィーン国立バレエ団の顔として、堂々たるダンスで見せた。オルガエシナは、1986年ロシア。 サンクトペテルブルクで生まれた。5歳でバレエを習い始める。1996年、10歳の頃に、ロシアサンクトペテルブルクのワガノワバレエアカデミーへ入学し、2004年まで在学していた。講師は D レベデワ、N アレクサンドロワ、V ジュールリョバ、エルコワリョワ。シニア在籍中、アカデミーのリサイタルに参加し、バヤデール、ジゼルのパドゥ、海賊のパドゥ、 ローランプティとヤコブソンのミニチュアなどのバリエーションを踊った。2004年から2006年までマリーンスキー劇場のバレエ団に所属し、オルガ・モイ・セイワの指導を受けた。2006年にバレエのプリンシパルダンサーとしてウィーン国立歌劇場とウィーンフォルクス・オーパーに入団した。2010年にウィーン国立バレエ団の最高位である第一ソリストに就任し、 数々の主要な役を華麗に踊る。ルドルフ・ヌレイフ版、白鳥の湖のオデット、オディールや、ドンキホーテ森の女王、眠れる森の美女眠れる森の美女のリラの姓、ジョージ・バランシンの、アレポ、ザ・ホー・テンペラメンツ、ラバールセなどを踊った。2010年と2012年には、ビエンナ・オペラ・ボールに出演。2006年のブノワ賞ノミネート、2008年にザ・ インターナショナルダンスマガジンバレー2000受賞2012年ウノワ賞ノミネート2014年タリオーニ賞受賞ゲストダンサーとしてハンガリー、フランス、アルゼンチン、イタリア、ロシア、ドイツ、英国での公演にも出演したありがとうございます